匂いあるでしょ。どういう風に機嫌が悪いの、おばあちゃん。怖いです、機嫌じゃなくて。これやばい。
食べるよ。はい、お疲れ様でございました。さて今日の家族こちらね、ズッキーニが取れまくり、ね、ズッキーニのね、あのバター塩コショウをスパイス炒め、えばあちゃん食べるって。ばあちゃん食べる、うん、よかったね。で、春菊取れたんで、春菊のね、殻、あのかき揚げね、甘いタレでしっとりとね、あの牡蠣もね、牡蠣半額以下だったね。これね、がっつり熱通したんで大丈夫、ね、これで締めて700円でございます。安いね。みーちゃんがピーマン食いたいとか、ピーマンと豚バラのあのトントロのともやしの炒め物ね。ほんで、あのズッキーニ取れたね、ズッキーニのすき焼き、うん、あの肉はね、あの気持ち程度の、半額の豚バラしゃぶしゃぶ用の肉を入れましたね。あのズッキーニのすき焼き、ね、さあこんな感じ。ああ、もう時間ない。嫁ちゃんと国は帰ってこないね。もう先に食べてるよ、先に食べよう、うん、ね、もうこういう毎日だからね、なかなかね、家族ご飯もね、厳しくなってまいりましたね。うん、もう食べ、いないやつは食べられないね。てて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 よピーマン、ピーマン、ピーマンだった、忘れてた。ちょうどいい、ベスト。うわ、なんか濡れてる。
あの拭いたんだ今、あのジュースこぼしてたから。どこ？階段？いや、あ、階段じゃない。冷蔵庫の真横。え？ここに出ないか、ちゃんの。あなんで卵で食べるの？うん。
卵かけご飯だよ。お肉とか食べてもらえよ。これだってあの一味かけたのプリンなんでしょ。何だこれ。
ちょっと下の駐車場は小林さん何年ぐらい使ってました、うん、乗ったね、時ね観覧車乗ったもんね。ピーマン食いそうだ。ピーマン食いてるってお前。あんまんにゃーお前に食べてきたこれ。あんまんにゃー嘘もうお前に食べてきたもしない。どうこれ。おいしい。ねえお前にも食ってやるよ。ピーマン食いてってお菓子食っちゃったのに。めっちゃ腕痛いの。腕痛いの。何どうぞどうぞ。食ったよ。なんか変わった味するねこれ。これやばい。生焼けだったの。あら。あのね。どうしたよ。あのね、これやばいのとやばくないのがある。あ、本当。まだ。これの匂い嗅いで、ね、あ、これやばいわ。はい、半額の起きて。やばいのが混じってる。うわ、ちぎれた。ない。え？ない？え？開いてるよ。開いてない？開いてない？
の？いや、口すすできた。え、すごい強烈な匂い。そうだな。口に入れたらわかる？わかる。え、あの匂い、あの温泉、あの時の。あ、全然美味しい。美味しいでしょ。匂いが、うん、あ、当たりを引きました。どうどうぞ、俺はもういいから強烈強烈だったね。強烈ちっちゃいことでも気にしよう。ちっちゃいことでも気にしよう。あ、美味しそうね、それ。それいいやつ。若ちこちっちゃいことでも気にするの。ほら、若ちこ、若ちこ。大丈夫、OK。 バーバー、バーバー開けた瞬間、やばいって逃げたからね。いや、そんな風にして食べるからやだよ、お母さん。普通に置いといてくれれば食べれたのに。はい、いい。トーキー、おいで。うまい。もうない。食べたい？いいよ。半分こしよう。何個食べた？食べた。食べた。大きいよ、いいの。食べた。どうした？なんでこれ？時はご飯いらないの？カキ値引くとさ、次いけないんだけどあ、だってガパって言った瞬間うえっつって言ったじゃん。うんね。たまにいるからカキ選手防衛だからね、あの信じちゃダメだから。あ、てかちゃん、うん、どうしていつ行く？晴れたね。晴れだ。雨だもんね。雨だもん。曇り、曇り。曇りだもんね。今週曇りだよ。うん、今週曇りだ。うーん、来週行くって言ってた。いや、しょうがない。来週って来週、先週から見て再来週だから全然再来週じゃないじゃん。かかった。晴れじゃないといかないから、俺は。そういうタイプ。そう、トーキン、座って食べよう。これなんか違和感ある？うん。何、どこに？なんだろう。なんだろう。全然美味しいんだけど。なんだろう。ズッキーニの、ズッキーニのね、すき揚げは。臭みかな。臭い。なんかエコーと違うじゃない？力に果たしても何を？いや、開けて。あ、そう。これあれだよ、あの、開け浸しじゃないよ。すき焼きのタレで煮たんだよ。すき焼きのタレの味かな。いつものあの、あれじゃないよ、新徳そばのつゆ。いや、もう不愉快なんだけど。食べた瞬間お腹痛いって言われたの。ほら、なんかあなた、大してお腹痛くないのにお姉ちゃんの真似してお腹痛いって。お姉ちゃん、なんか手も痛い。ないよな、じゃないよ。おやつないよ。お腹痛いならおやつ食べれないね。パブって言えば何でも許されると思って。ママ、どこ？何？フラ
おやつもう夜だよ。夜はおやつ食べないよ。だめ。今日パンのやつ買ってきた。あ、そうだね。あのグミでしょ。あぶんない。何なんか変な音聞こえたな。なんか牡蠣に当たるかと思ってドキドキして食べれなくなっちゃった。大丈夫、当たり終わりだ。いや、1個とは限らないじゃないか。わかる、わかる、食えばわかる。じゃあ、あれどこ内緒。なんでお腹痛いのよ、まずみ食えんだよ、でこちゃん、ケツ向けて食ってるよ。じゃあ、見て。ちゃんとニャン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 。じゃ見て、これ。俺にケツを向けるな。ちゃん、めっちゃケツ向けてきてるよ。ガストーブなってる。見て。分かった。どこ、うるさい。もうダメだ、収拾つかねえ、こいつら。クリクリしてる。190万票余りを獲得し、3回目の当選を勝ち、ポイント1。ちょっとリボタン見る。リボコンちょうだい。美味しいでしょ。座って食べな。私もこの匂いが嫌だからお互い様だね。食べちゃおう。来年には高齢者。お腹痛いんじゃないの。時をちょろちょろするからだよ。これ座んなさい。座って食べよう。お母さんのお膝の上おいで。見て。今回の公演を高齢者に支援してもらう。ダメ。全部行きたい。カズいいよ行って。うん。座って食べなさい。あっちゃん、ほら落とした。座って食べなちゃい。できなかった石井氏は、立憲民主党が共産党と共に支援した蓮舫氏を上回り、2位となりました。ママ、ミキ食べよ。できることは全部やったんだ。行きます。国政にも行ってみます。せっかく出資は当然考えます。例えば広島に岸田首相の選挙です。この人はもう市長じゃないんでしょ。うん、ただの人。ただの頭でいい人。いや。今後の国政に与えられる影響はどのように見てらっしゃいますか。私は今なんかついてる。この結果に与野党からは。もういらないな。自民党の勝利ではないと政治を変えてほしいと若い総理の安倍派層が石丸さんを応援をしたということで、やはり我が党もですね、自民党の良いところはしっかり残しつつも変えていくっていうことが強く求められている。今回の、敗戦の要因、そして無党派層に対するアピールが弱かった要因、よくやはり結果を共産党と組んだからだよ。それに続けて選手ができるように考えていきたい。その選挙に対しては今国民の皆さん、国民の皆さん、うん、生はダメだけど絶対やつは遅い。ゆっくり喋ろお前は。うん、ダメダメ。機種ある？はい。これから無所属の時代が来るな。ダメ、落っことしたからね、汚いから。これ食べちゃいなさい。したら食べちゃったら入れてあげるから。ホクルより唇のここのニキビが効いてる。石丸いったな。衆議院の補欠選挙や静岡県知事選挙で敗北が続いていただけに、小池さんが圧勝して安堵の声が出ています。しかし自民党内を取材しますと、小池さんの政治的に評価されたにすぎず、党の信頼が回復したと見るのは無党派じゃないの、ね、こういうところなんだよ、欺瞞が出るの。無党派って言いながら自民、都民ファーストはで
のバックアップ受けてるってことでしょ。その都議会議員の補欠選挙を見ていきます。そういうとこなんだよ、あの不信感っていうのはさ。自分はご覧の8つの選挙区で合格されるようでした。あれ、いいね。自民党が5000票を獲得しては、ね、板橋区と中市区に決まりました。結果は一緒。俺当たり引いたからちょっときついわ。議席数は選挙区で3席です。では選挙区になります。こちらは足立区選挙区、自民党は一定地区の一定地となり、自民党は取りました。お風呂入ってきていいよ。食べるかどっちかにしなさい。お邪魔かい。政府調査会長の地元ですが、こちらでも何か食べたのかって敗れました。選挙の当初から自民党に対する意味や理由が出てきました。原因を作った一人として終わりからの選挙でありましたが、その差を縮めることができませんでした。国政が大きく与えてしまったと改めてお詫びを申し上げたいと思います。岸田総理大臣は都議会議員の補欠選挙について、意外と無党派層にもね、自民党系がいたんだよ。地域の課題について議論が行われるものであると考えていますが、ただ課題についてはこれは真摯に受け止め、そしてここに生かしていかなければならない。じゃあこれかぶってこれできるか。いやいや、おー、やってみ。自民党は補欠選挙が2勝6敗となったことを深刻に受け止めていまして、幹部の人は政治と金の問題による逆風は依然として厳しいと今の9月までに行われる総裁選挙に向けて、自民衆議院選挙で勝てる総裁を選ぶべきだという声が強まる可能性もあります。お前ビルの上でパルクルとかやんなよ。立憲民主党は支援した蓮舫さんが議員に及ばず、できたね。全然開かない。どれ貸せ。これ立憲民主党。俺に任せろ。NHK の出口調査では、いわゆる無党派層からの支持がおよそ 20% に上がったことが反映されるとみられます。自民党の幹部は党の勢いは間違いなく止まるとまで話しています。立憲民主党は何を食べてる、弾みをつけたいという思いが忘れなくてこなんです。かわいそうね。共産党との連携を含め野党共闘のあり方ちょっと後に当たってほしかったな。立憲民主党の代表選挙でいっぱいだよ。頑張れ。そしてで、その中にも当たる可能性は高いから石丸さんについてです。こちらは NHK の出口調査です。俺ちょっと口すぎに行ったぐらいだからなって言って、あと30分後にオイスターオイスターのランチ。さらに全体別で見ますと、ねえさあ、あのさ、バカロさんとさ、じゃあ文字さんさ、結婚したんだっけ。まあ昔ね、一回分かれてるよ。食べなさい。美味しい子や。美味しい。どうぞ。食べなさい。YouTube のじゃ見て。ピミちゃんや。うん。食べなさい。お前のために買ってきたんだ俺は。最後の最後で。当たってほしいな。ピミちゃん。SNS の公式アカウントの。本当だよ。さっきの俺、ドブの汁吸ったような感じだからあの。石丸さんが大きく。ちょっと落ちました。うまい。いやよかった。いや、よかったな。岸田総理、俺、漁港のドブすすったような味だった。匂いで、わからなかった。それとも、一つ倒して。怪しいなみたいな。いや、かぱって、こういっちゃった。ああ。スターを巡る問題などにも関心が。いけると思ったんだ。バーバーが開けた瞬間に、やばいって逃げたじゃん。あれ飲み込んでたらやばかった。じゃあ見て。ずらりと。あすごいね。あすごい。見て。あすごい。かわいいね。おいしい。うわ、差別だと思う。おいしい。え、お前と中日ちゃん映ってるのどうなんだろう、ね。俺が映ってるからいいのかな。なんで。あっ、持っていったぜ。ブイブイ。本来あるべき姿とは違うのかなと思って、違うんだなと思って、ね、ルールとかあるのも少し見直す必要があるかなと思って。何何
ちそうさまでした。お前らどうしたんだ、お前らって。おやつ。いや、ないよ。うわー。